春になったな。どうもどうも。株式会社トビアイダの佐々木です。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ですね。はい。花の説明ですか今日は。今日は、まあ、お花のこれ椿って言うんですけども、はい、まあ、っていう説明はしたいところなんですが、はい。はい、今日はですねサイディング外観ですね、はい、出来上がりましたので、はい、ちょっとそちらを完成をご紹介していきたいなと思っております。はい、じゃあ花の説明はしないんですね。そうですね、花の説明はこれは椿です。以上です。僕のメインの方を紹介していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは現場の方に行っていきたいと思います。ぶっ飛び。はい、じゃあ今現場の方に来ました。ちょっと全体一瞬お見せしますね。まあ、このように、全体的には今仕上がっております。で、今回この現場なんですけども、もともとは左官で仕上がってた壁、あと、鉄板とかで仕上がってた、壁になります。で、そこをですね、今回溶業系サイディングというような形で全てサイディングに外壁は張り替えております。前回どこかで下地は処理したのを見ていただけるわかるんですが、その後にこれを今張ってますね。その他 の、 あの木部、木造の建物ですので、雨戸ですとか抜き裏ですとか破風、こういったところはですね塗装で仕上げております。そうすることによって全体が今綺麗に仕上がってという流れになっております。で、あとは雨戸なんかも変えたりですとか、そういうのもいろいろやってる現場になってきますので、今からそちらをちょっとカメラさんと一緒に回って見ていきたいと思います。はい、じゃあちょっと現場をいろいろと見ていきたいと思いますね。こちらサイディング、これのように貼ってます。今回のサイディングの方もこの幅広のデザインのものになっておりますので、こう見た感じどうでしょう、上すっきりとした仕上がりになってますね。まあ、軒裏なんかも塗装も全部今仕上がってますね。はい、これ今回溶業系のサイディングを今上からこう貼ってるという形ですね。どうでしょう、こう角とかもコーキングもしっかり入って、防水も、これちょっとしたちょっと豆知識なんですけども、まあ、こういう角のところ、普通板を貼るとこういうふうに隙間があるんですけども、こうサイディングにはですね、こういったコーナー用のサイディングっていうのもありまして、こういうので角は収めていく形です。で、ちょっとこちらの方ですね、はい、雨戸ですね、木製の雨戸です。はい、こちらの方はもともと下地の方がしっかりこのようにしておりますので、塗装で仕上げております。見てください、大変でした。これ結構やっぱり色を合わせていきたいので、色合わせをしてこのように今仕上がってますね。うわ、ここも綺麗に入ってますね。で、やっぱりポストなんかも、今しっかり新しいのに変えさせていただいております。ここですね、玄関周りです。玄関周りのこの木のところも同じように今ペンキで塗ってありますね。どうですか、しっかり入ってますかね。いいですね、パチです。じゃあちょっとこっちの裏側の方も、こちらはお庭側、まあ、建物の正面側になってですね、今回こちらの建物は開口部、窓がとても大きい、ところになってます。なのでサイディングこちら面貼る箇所っていうのが、まあ、少ないように見えるんですが、細かく今貼ってますよ。ちょっと見てください、こういう上のところですね、ああいう上のところとかもう全部サイディングを加工しながら、こういうところも細かいところもサイディングで貼ってきます。いいですね。ちょっとこちら側、建物の境界のところなのでちょっと狭いかもしれないんですが、ちょっと撮ってもらえればと思います。はい、裏側もこのように、しっかりと全面貼っております。やっぱサイディングに貼ると防水性もやっぱりすごく高くなるのと、建物の方の丈夫さも保てますんで、おすすめです。入ってますね。ここ今僕たちこうやって今歩けてますけど、ここには実際こう足場が本当は立ってまして、作業する時とかはかなり
狭いと思うんですけども、やっぱプロですね。全部細かくペンキで入れて塗装してくれております。うんうん、バッチリです。であとこの雨戸ですね、見てください。この雨戸、これ塗り残しじゃないんですよ。ここは塗っておりません。というのもですね、雨戸の場合はやっぱりこうレールが、これはレールになってますんで、このように引くと擦りますので、ここはこのように塗らずにしております。じゃあ窓も見てみましょうね。うわー、綺麗、見てください。いや、綺麗なチョコレート色ですね。チョコレートみたいな板チョコみたいになってますね。すごい綺麗にツヤが出ていいですね。やっぱり木製のものなので、こういった塗料をちゃんと塗ってあげるとお水が染み込まないので、こういった雨戸の木製のものもペンキを塗ることによって、保てると、腐食がすれず保てるという形になってます。いいですね。はい、じゃあこんな形でちょっと最後全体を見てもらいながらいければと思います。はい、というような形で、サイディングを細かく見ていきました。はい、こちら全体ですね。すごい、まあ、横の方もこのようにサイディング上まで張っております。まあ、これも、もともと上の方は三角で左官になってたんですけど、見切りが入ってたんですが、今回全面的に上までサイディングをやっぱり伸ばす形を採用しております。ね、で玄関周りの方も、このようにもともと腰壁のところがセメントで仕上がってたんですけども、そこも全部見切りをせず、すっきりとしたデザインとして採用しております。はい、このような形で、サイディングをカバー工法という形で収めております。はい、ベランダの方からも来ました。いやー、ベランダの上のところもしっかりともう入ってますね。もう全然違いますね。はい、このように細部まで入っております。これですね、もともとここが、建物があったんですけど、しっかりと、解体終わってすっきりとしております。お、これは屋根ですね。はい、屋根の方もカバー工法で、今回ガルバニウムのという製品になります。縦平というもので、こちらも屋根の方も仕上げております。ここでちょっと佐々木豆知識なんですけども、このようにもともとベランダがありますね。なのに屋根もちゃんと下まで入っております。今回ですね、ベランダの方がですね、脱着が可能なタイプとなっておりましたので、もともとのベランダを新しくしなくても、しっかりと屋根が施工できるというような形となっております。なので屋根の上にベランダが乗ってる方でも、ベランダを壊さずにも、こういった形で屋根張り替えることできます。うん、いいんじゃないですか。はい、こちらが今雨どいですね。今回この雨どいの方も、交換しております。で、雨どいの方なんですけども、まあ、種類が大まかに分けて、まあ、2種類ですね。こう丸くなってるような、まあ、半月型の、雨どいと、あとこういうような角どいと言われる四角くなってる雨どいがあります。で、今回はこの角どいの方を、採用しております。で、雨どいのこの集水器っていうマス、これが縦どいにこのようにつながって下にお水が来てるんですけども、実は雨どいつける時もこれ勾配がしっかり取れてますね。向こうの奥の方にちょっとズームしてみましょうか。
はい、このように奥の方にも縦取りがありまして、こちらの方にもお水が流れるように勾配を、向こう側にしているのと、あとはこちらの方に来るように、流れるように勾配を両方取っております。こういう形で、この最終的に縦取りにお水を流すという形です。これは雨どいもただ単純につけているわけではないんですよ。ちゃんと軒先、屋根の軒先からですね、距離が決まってまして、お水が、飛び抜けないようにするのと、ちゃんと雨どいに落ちるような距離でしっかりと、今これは雨どいは取り付けができております。こういった形で屋根を変えたときは一緒に雨どいも変えていくといいかと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。いよいよもう完成しました。これでフルリフォームがの完成ですね。今回外壁編ですけども、フルリフォームとして完成いたしました。何日ぐらいかかったんですか？ここはもう中も外も入れますと2ヶ月ぐらい、2ヶ月ですね、ちょうど2ヶ月です。結構長かったですね。そうですね、しかも住みながらなんで。あ、はい、でこの外壁の方に関してはやっぱり1ヶ月ぐらいもう雨どいとか入れると外回りで。そうですね、もう中外ダブルで。じゃあ中1ヶ月外1ヶ月って感じですね。はい、形で打ち終わりました。お疲れ様です。お疲れ様でした。これやった形で、もう外壁サイディング、今回サイディングのご紹介ですけども、中も外も全部飛び間ができますんで、よろしくお願いします。あとはこちら外交もやってます。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあその流れでちょっと会社紹介させてもらっちゃいます。お願いします。はい、株式会社飛び間は、この他にもインスタグラム、フェイスブック、LINE ビジネス、そして YouTube やっておりますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。以上、フルリフォーム完成編でした。かっこサイティング。またね。